ザ・ピョン吉柄じゃないですかこれ。全て楽しかったですね。昔になるんですけど、漫画家を目指してまして、やっぱり目標は優勝だったんで、私は無料のアプリと指だけでやっているので。すごい。そうなんです、そうなんです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はアグレットとロッチ、そして我らが日本のクリエイターピョン吉さんとのコラボ IRL スニーカーロッチセブンピョン吉の発売を記念した動画です。アグレットの運営さんからのお声掛けで、ピョン吉さんと私ミンアグとの対談が実現しました。今回はなんとピョン吉さんご本人が声で出演してくださいますよ。楽しみでしょこれ。世界中のアグレットプレイヤーとピョン吉ファンを代表してお話しさせていただきますね。まずこのスニーカーがどういうものかを先にざっとご説明させていただくと、昨年2022年11月にクリエイターズマンスというアグレットのデザインコンテストが行われました。ビーガンスニーカーブランドのロッチが協賛となっています。優勝者には商品としてアグレットとロッチとのコラボ IRL スニーカー、つまり物理的な本物のスニーカーですね、それをデザインする権利が贈られるということで、優勝者のピョン吉さんとアグレット、ロッチが共同でスニーカーを制作されてきました。そしてついにコラボスニーカーが完成し、4月18日にはその NFT が、そして25日には IRL スニーカーが発売になります。ドロップに先駆けてそのお祝いと皆さんへのご紹介をさせていただきます。アグレットコミュニティの皆さんにもぜひご一緒にお祝いしていただけたらなと思います。はい、ということで早速ご登場いただきましょうか。2022年のクリエイターズマンス優勝者のピョン吉さんです。ピョン吉さんこんにちは。こんにちは、ピョン吉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは今回のアグレットとロッチとのコラボ IRL スニーカー、ロッチセブンピョン吉がついに発売ということで、本当におめでとうございます。ありがとうございます。これまでもね、インタビューなどで何度もやり取りはさせてもらってるんですが、実は声では初めましてなんですよね。あ、そうですね。私はアグコさんの声を結構聞き慣れてるので初めての感じはしないんですけど。そうですよね、はい、うちら2人とも関西人なので関西弁がちょこちょこ出るかもしれませんが、そこはご愛嬌ということで皆さんお楽しみいただければと思います。それでは本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまず昨年2022年のクリエイターズマンスでの優勝、そして IRL スニーカーのデザインについて教えてください、はい、クリエイターズマンスでは応募作品の中から総勢24名のセミファイナリストが選ばれて、その中から勝ち残った4名のファイナリストによる決勝が行われました。1ヶ月以上にわたるデザインコンテを制しての優勝となったわけですが、素敵なデザインばかりで今振り返っても本当に激戦でしたよね。そうですね、もうどのクリエイターさんの作品も素敵な作品ばかりで本当に激戦だったと思います。あの激戦のクリエイターズマウスの大会で優勝して、ご自身の IRL スニーカーがドロップされることなんて想像されてました？いやもうしてなかったですね。ねえ、でも決勝に残った時とか途中からこれはいけるかもとかちょっと期待もありましたかね。ですね、もう結構応募する前からもう優勝したいって考えてたんですよ、はい、でも決勝までは絶対に残りたいと思って、12作品を応募したんですね。そんなに応募されてたんですね。そうなんです。で決勝に進めただけでもすごい嬉しかったんですけど、やっぱり目標は優勝だったんで。そうですよね。そう、自分の持ってる技術をフルで出せるようなデザインを考えて決勝に挑みました。これまで靴のデザインはそのようにたくさんされてきてるんですが、さすがに本物のスニーカーのデザインとなるとこれ初めての体験ですよね。そうですね、もう初めてだったので、もう何もかもが新鮮でしたね。そうですよね。初めての IRL スニーカー作るにあたって一番楽しかった面白かったプロセスってどんなことでしたか？そうですね、やっぱり現実のスニーカーになるっていうことを想像しながらデザインするっていうことがもう全て楽しかったですね。実物になるんですもんね。そう、どうなるんだろうってワクワクしました。
では次にピョン吉さんご自身のことについてもう少し教えてください。アグレットを始める前からもともとデザイン関係のお勉強されていたりお仕事に関係してたりしたんですかね。私は結構昔になるんですけど、はい、漫画家を目指してまして。そうなんですね。そうなんですよ。で漫画をしばらく描いてたんですけど、うん、やっぱり漫画家じゃないのかなやりたいことはってなって、うん、でそこからはちょっと細々と依頼を受けたりしながらイラストを描いてましたね。そうなんですね。じゃあもともとやっぱり絵はお好きでずっと続けてらっしゃったっていう感じなんですね。そうです、大好きです。でも靴のデザインってなるとまたちょっと違いますもんね。そこはアグレットがきっかけでっていうことなんですかね。そうですね。そうです、はい、それがアグレットが初めてでしたね。だいぶ勝手が違うんですけど、うん、でもこんな靴あったら面白いかなとかっていう想像しながら作るのはすごい楽しいです。次にこれは運営さんからの質問なんですが、今回のドロップの共同制作者としてアグレットやロッチに何か伝えたいことはありますかですって。あ、そうなんですね。どちらの運営さんも気になってるんですかね。あ、そうなんですね。そうですね、あのチームアグレットの皆さんにはいつもすごいよくしていただいてて、はい、悩んだりしてこう、 こうなのああなのって質問をする時とかもあるんですけど、うんうん、そういう時に励ましてくださったりとかで相談に乗ってくださったりとかもあって、うん、ですごくなんかユーザーとの距離がすごい近いなっていつも感じてて、すごい優しい方たちなので本当にいつもありがとうございますってことを伝えたいですね。そうですね。ロッチさんはどんな感じでした？そうですね、ロッチさんの担当の方とも何回もあのメッセージのやり取りをさせていただいたんですけど、はい、うん、本当に親切で、はい、もう分かるまで何か質問があればいつでもどうぞってすごい言ってくださるんですよ。そうなんですね。それもすごいありがたいなと思ってて、この場を借りてありがとうございましたということを伝えたいですね。では後半ではいよいよ皆さん気になっているとこ聞いていきましょうか。今回のアグレットとロッチとのコラボ IRL スニーカーロッチセブンピョン吉、すでに先週お披露目はされているんですが、この靴について話聞いとかないとね。ザピョン吉柄じゃないですかこれ。そうですね、いろいろと試行錯誤したんですけど、あの誰でも作れるデザインよりも、うんうん、なんかこういうデザインがあったら面白いかなと思ってデザインしてみました。なるほど。これ後ろ背景の画像お好み焼きになってますね。ちょっとじわじわきましたよね。これはあのピョン吉さんがあの大阪にお住まいだということで。そうです、そうです。大阪イメージなのかな。きっとそうですよね、出身地大阪って言ったんで。これはアグレットさんのセンスっていうことですね。そうですね。この靴シルエットやロゴはロッチ、はい、でカラーはアグレット、そして前面にピョン吉さんのカエル柄と、はい、まさに3社のコラボそのもののデザインなんですが、これは割と最初から皆さんでこういう感じにしようってお話しされてたデザインなんですか？そうですね、あの普段はシンプルなデザインの靴を好んで履くんですよ。実際はっていうことですよね。あ、そうです、そうです。なので最初はシンプルな案をいくつか出したんですけども、はいはい、ロッチの担当者さんがちょっと柄物のデザインも見たいっておっしゃってたんで作ってみました。なるほど、そこでこのカエル柄が登場したわけですね。あ、そうなんです。で柄物もちょっといろいろと考えてみたんですけど、こんなんどうやろうと思って作って出したら、あのまさかのいいねこれでいこうっていう話になって、カエルいいねみたいな。そうなんです、そうなんです。あ、そんな意外な決まり方したんですね。そうなんです、びっくりしましたね。なるほど。でもロッチさんって普段結構シンプルなデザイン多いですし、それぞれある意味挑戦というか。そうですね、今までにないデザインをお互いに探っていったような感じですかね。そうだと思います。
これはおそらく元々のロッチのスニーカーファンの方たちにも新鮮なデザインかもしれないですね。そうかもしれませんね。柄物に挑戦する初めてだったので、話し合いながら作成していくプロセスがもうすごく楽しくて、もう刺激的でした。実際のスニーカーとして形になったのをご覧になっていかがですか？もうなんていうんですかね、私が想像してたよりも意外にすごく可愛くてせっかくの IRL だったんでチャレンジしてよかったなって思ってます。いや、改めて今回の NFT と IRL スニーカーの発売、本当におめでとうございます。ありがとうございます。では NFT と IRL スニーカーの価格など詳細について私の方からお伝えさせてもらいますね。まず IRL スニーカーに先駆けて同じデザインの NFT が日本時間で4月18日の朝8時にアグレットアプリのショップで発売となります。価格が145ゴールドアグレット、数量が400です。そして NFT 購入者の中から抽選で5名の方に IRL のロッチ7ピョン吉が当たります。これ嬉しいですね。続きまして、翌週日本時間で4月25日朝8時にはいよいよ IRL スニーカーの方の発売ですね。 IRL ロッチ7ピョン吉はロッチのウェブサイトでの発売となりますので、そちらお間違いのないようにしてください。概要欄にもリンクを載せておきます。発売価格は180US ドル、送料と関税が別途かかります。そしてさらにですね、ツイッターでのプレゼント企画もありまして、同じく IRL ロッチ7ピョン吉が抽選で当たるチャンスがあるようですよ。当たった方はもちろんご自身のサイズで注文できます。アグレット、まだロッチ公式からのツイートをお見逃しなく。日本から世界へピョーンと飛び出すロッチ7ピョン吉スニーカー、ぜひたくさんの方に履いていただきたいですね。はい、もう本当に皆さんに履いていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。IRL スニーカーや NFT のお買い上げ、それからプレゼント企画へもね、どしどしご応募お待ちしています。お願いします。さて、そのドロップに向けてはもちろんなんですが、今後についてもアグレットコミュニティからどんな風に応援してもらえると嬉しいですか？そうですね、応援というか、結構私は新人クリエイターの育成に力を入れてまして、はい、できれば新人クリエイターさんが注目を浴びるようなイベントとかを計画していただけたら嬉しいなって思ってます。なるほど、うん、そうですね、どんどんクリエイターさんが増えていくとよりね、活発化しそうですもんね。そうですね、はい、楽しくなると思うので、もう私とはこれからも変わらぬお付き合いをしていただければと、はい、そうですね、思っています。今後皆さんをピョン吉さんに変わらぬ応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。では逆にピョン吉さんから皆さんへの勇気づけとして、まあ、今ね、新人クリエイターさんの育成っていうお話もありましたけれども、はい、スニーカーデザインに興味はあるんだけどうまくできないかもしれないなと、こう少し躊躇しているような人たちにアドバイスをお願いできますか？わかりました。よく皆さんイメージしてらっしゃると思うんですけど、はい、難しいソフトとか、うんうん、スタイラスのペンとかは必要なくって、はい、私は無料のアプリと指だけでやっているので。すごい。そうなんです、そうなんです。なんかペンとかじゃないんですね、なんか専用の。そうなんですよ、そういうの使われる方も多いと思うんですけど、そんなのなくてもできるよって。これは心強いアドバイスですね。いや、かなり敷居が下がるんじゃないですかね。そうです ね、 ね、特別な機材とかなくても、はい、できます。ちなみにスマホでやってらっしゃいます？やってます。すごい。じゃあもうスマホと自分の指で、はい、そう、もう電車の中でもどこでもデザインにはチャレンジできるよと。はい、できるので、ぜひぜひ皆さん頑張ってください。ね、これは心強いメッセージですね。はい。ね、普段のクリエイターズドロップや毎月のデザインコンテストもありますしね。そうですね。それから今年のクリエイターズマンス2023に向けてもいろんな方にデザインに挑戦してもらいたいですね。はい、もうぜひしてほしいです。はい、ということで、
本日はローチとのコラボ IRL スニーカーとその NFT の発売を控えるぴょん吉さんにお話を伺ってきました。ぴょん吉さん、動画には初の声でのご出演どうでしたか？いやー、もう緊張しまくりましたね。なんか意外とお互い関西弁全然出えへんやんっていう。そうそう、 うまいこといくやんっていう。なんかかしこまって話すとね、標準語になっちゃうんですよね。そうですね、関西人あるあるかな。そうかもしれない。ということで NFT の発売が4月18日、そして続く IRL スニーカーの発売が25日と、本当に楽しみですね。そうですね、はい。ということで皆さん、発売を楽しみにお待ちください。ぴょん吉さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。一旦じゃあ、はい、一旦これで、はい、もうめっちゃあぶんの呼吸で喋ってるみたいな感じに練習してるんで、まあ、相槌とかもちょっとずらして、うんうんとか言って